皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。まずは、宣伝だぜ。特撮が大好きだよチャンネルのサブチャンネルでも仮面ライダーについて紹介を始めたぜ。ぜひ見てほしいわ。サブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくね。今回は問題作第2弾だぜ。どの作品を紹介してくれるの？怪獣使いと少年についてだぜ。問題作で有名な作品みたいね。紹介していこうと思うんだが、今回は結構ハードな内容となっているので見るときは注意してほしいぜ。ショッキングな内容ってことね。じゃあ、改めて紹介始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。この作品は1971年11月19日に帰ってきたウルトラマン第33話にて放送され、ウルトラマンシリーズの中でも屈指の問題作となっているんだぜ。もう50年くらい前の作品になるのね。ウルトラシリーズの歴史の長さを感じるな。本当ね。この作品中では、差別や集団心理の怖さ、公害等について描かれており、当時の日本社会が抱えていた様々な問題に対する批判とも取れる設定となっているんだぜ。ちょうど日本が高度経済成長期を経験した頃だったかしら？そうだな。公害で言えば、水俣病とか四日市喘息が問題になった頃だと思われるんだぜ。ちょっと歴史の勉強不足で記憶が曖昧だわ。確かにな。誰か歴史に詳しい方はコメントで教えてくれよな。みんなで勉強しましょう。話を戻して、問題作となるくらい作品中には人間のダークな部分やおぞましい姿が描かれているんだぜ。じゃあ、視聴者には強烈なインパクトが残ったわね。そうだな。過激な内容ではあったんだが、ファンの中では気まんでも指折りの傑作とされているんだぜ。心をつかまれたファンが多いのね。ウルトラマンが人間に絶望し、一度戦いを放棄してしまうという展開が待ち受けているんだぜ。それは衝撃的エピソードね。どんな内容だったのか振り返っていくんだぜ。お願いします。ボロボロの服を着て瓦を掘り返していた少年がいたんだぜ。その少年の名前は佐久間亮。どうしたのかしらね。その不思議な光景が噂で広まり、亮が宇宙人じゃないかといった噂まで広がるようになったんだぜ。噂話ってびっくりするくらい広まるわよね。そして亮の元に不良中学生3人組が登場。亮をからかうんだぜ。ひどいわね。亮の家と思われる廃墟へ上がろうとした際、亮が手をかざすと中学生の体が宙を舞ったんだが、その出来事もあり亮が宇宙人ではないかという疑問がさらに強まる事態に。嫌な予感しかしないわね。陰湿ないじめがどんどんエスカレートしてしまうんだぜ。いじめなんてダメよ。いじめの内容もひどく、亮を掘り返した穴に埋め泥を浴びせ自転車で引こうとしたり、亮が食べていたおかゆを取り上げ地面にぶちまけ、下手で踏みにじったりしたんだぜ。いじめのシーンは、ちょっと過激すぎるわね。食べ物も地面の上で踏むのは、ダメよ。心が痛くなるよな。さらには中学生たちが連れてきた犬に噛みつかれてしまうんだが、その犬が何者かの念力でコッパみじんに爆死、ますます宇宙人疑惑が強まるんだぜ。そうだったのね。その頃、郷の調査で亮の正体が判明。北海道江差し生まれのれっきとした地球人だったんだぜ。その事実を早く広めてほしいわね。事実を知った伊吹隊長は郷に亮の見守りを命じることに。ぜひとも見守ってほしいわ。雨が降りしきる中、亮はパンを買いにパン屋へ行ったんだが、パン屋の女性はパンを売らなかったんだぜ。ここでも差別を受けてしまう事態に。宇宙人だと思ってしまっているのね。だが、パン屋の娘は去っていく亮を追いかけパンを渡すんだぜ。なんていい子なの。その後、亮が廃墟へ帰宅すると郷が来ており、亮が出て行けと言うんだが、それを止める一人のおじいさんが登場するんだぜ。このボサボサ髪のおじいさん、何者かしら？このおじいさんの正体はメイプ星人という宇宙人であり、すでに郷には正体を明かし済みだったんだぜ。そうなのね。このメイプ星人は地球の気候風土の調査のためやってきたんだが、怪獣に追われている亮と遭遇、見捨てることができず、怪獣を念力で封印し、寒さと飢えに苦しむ亮を保護したんだぜ。優しい宇宙人ね。その後、人間の姿へ変身し金山と名乗り、亮と河川敷の廃墟で共に暮らし始めることになったんだぜ。一緒に暮らしていくうちに、親子愛的な絆が芽生え、このまま地球で暮らすのもありかと思い始めるんだぜ。感動的ね。宇宙人と地球人でもいい関係性が築かれていったのね。しかし地球の環境汚染が進むにつれ、金山の体にダメージが、河原に埋まっている宇宙船が掘り返せないくらいに衰弱していってしまうんだぜ。だから、亮が河原を一生懸命掘り返していたのね。その通り、その事実を知った郷は宇宙船探しを手伝うことを決意。
一緒に河原を掘り返す中で寮に父親について尋ねるんだが、寮は父親なんかいらない。地球は今に人間の住めない星になるから、宇宙船が見つかったらおじさんと一緒に冥府星に行くと返すんだぜ。寮は複雑な気持ちになるわね。そうだな。その時、町の男たちが退去して押し寄せてくるんだぜ。何事よ。マットがいつまでも宇宙人を倒さないなら自分たちでやっつけてやると武器を片手に攻め入ってきたんだぜ。寮の身に危険を感じた金山は自身が宇宙人であることをカミングアウトするんだぜ。するとより事態は悪化。警官の放った銃弾が金山に2発命中、撃たれてしまうんだぜ。率先して動いてる人間の役職が警察官っていうのと、見た目人間の相手に戸惑いもなく発砲するのはヤバすぎるでしょ。金山さんは亡くなってしまったのね。あくまでも警察官は、市民の安全を守るために先頭に立って動いている可能性もあるからこらえてくれだぜ。わかったわ。その時、河原から煙が吹き出し、地底から怪獣が登場。金山が死んだことで封印が解かれた大怪獣ムルチが復活したんだぜ。すごい展開ね。そして人々がゴーに対し、助けてくれと言い出すんだが、ゴーは動かず、勝手なことを言うな。怪獣をおびき出したのはあんたたちだ。まるで金山さんの怒りが乗り移ったかのようだ、と言うんだぜ。そう思ってしまうのは仕方ないわよね。人間に絶望したゴーは、人々を見捨てる決断をしたんだぜ。これが例の戦い放棄の瞬間ね。そしてムルチは愚鈍な人間たちに制裁を加えるかのように口から吐く火炎を武器に暴れ回り、街に入っていくんだぜ。その後、ゴーの前に僧侶姿の異物隊長が現れ、促されたことで戦う決意をしウルトラマンに変身。ムルチと戦い、スペシウム光線で粉砕するんだぜ。悲しい結末ね。このゴーンの中でウルトラマンとムルチが泥臭い戦いを続けるシーンは、カメラを動かしながら1分以上ワンカットで映されており、過去最高の長回しと言われているんだぜ。制作側もなかなかに気合が入っていたのね。有名シーンとされている一方、ムルチやウルトラマンが何度乗っても全く壊れないやたら頑丈なビルがある点を突っ込まれることも、しばしばあるみたいなんだぜ。突っ込みどころも必要よ。その後の作品であるウルトラマン銀河 S、第10には君に会うためにでは、ムルチの強化体であるゾアムルチが登場し、先ほど紹介した長回しカットがオマージュされているんだぜ。そうなの？この話ではメトロン星人も登場するため、戦う場所は雨の中ではなく晴れた夕焼けが照らす工場地帯であり、二つの話が組み合わさった少々珍しいオマージュがなされているみたいだからチェックしてみてくれよな。はい、内容を振り返ってみてもなかなかの過激内容だな。そうね、当時の反響として、あまりにも過激な演出と救いようのない陰惨な結末に、TBS の上層部から痛烈な酷評を受けてしまい、監督の東條昌平氏は助監督に降格、脚本を担当していた上原昌三氏も最終回まで仕事を干される羽目になったみたいなんだぜ。めちゃくちゃ仕事にダメージ食らってるじゃない。また、東條氏は後年、超人戦隊ジェットマンにおいて、スーパー戦隊シリーズ屈指の問題作として有名な J.O. トランザの栄光の監督を務めることとなるんだぜ。もう言葉が出ないわ。もともとはこんなに暗い話になる予定はなかったみたいなんだが、脚本担当の上原氏が、差別はどこにでもあり、立場により変わる、といった思想や自分の体験を重ね合わせた結果、単に差別だけを挙げただけでは意味がなく一歩を踏み出す勇気が必要であると考えて制作を進めるんだぜ。ここまで聞いたら素敵なエピソードよ。そして監督の東條氏が、映像では坂竹やマットの場面を全てカットしてしまい救いようのない物語となってしまったみたいなんだぜ。あらま、いろんな事情があって生まれた作品だが、差別や環境汚染について描かれているってとこも注目して見てみると奥が深い作品になっているんだぜ。もう一回見たくなるわね。また、ウルトラマンメビウスでは後日談となる怪獣機械の遺産というのもあるので、それも見てほしいぜ。この話にはまだ続きもあるのね。そうだな。今回は問題作第2弾について紹介したんだが、問題作はこれだけではないから他にも紹介していく予定なんだぜ。それは楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。